父は高校時代キャットフィッシュハンターとバッテリーを組んでいた。1993年の MLB ドラフトでボストンレッドソックスから一巡目指名され入団。1996年9月21日のニューヨークヤンキース戦でメジャーデビューを果たす。2003年に打率。 306.28本塁打の活躍で、レッドソックスのプレイオフ進出に貢献した。2004年には、ア・リーグチャンピオンシップで3連敗で後がなかったが、第5戦で、松井秀喜が打った打球を候補し、その後の4連勝となるきっかけを作ったの、ポイントだったと振り返った。そして、その後のワールドシリーズを制覇した。 2006年オフにクリーブランドインディアンスに FA 移籍した。2008年シーズンの途中にアリゾナダイヤモンドバックスよりニューヨークメッツに移籍した。12月18日、ミルウォーキーブルワーズとマイナー契約も2009年3月9日に引退を表明した。左打の選手で左投手の投手が投げるときはスタメン落ちになることが多い。また、 上記のように守備はあまりうまくなく終盤になると守備がためでベンチに下がることが多い。ありがとうございます。